皆さん、こんにちは。ハワイ圭介です。今回、いつものルートで送った、ハワイ圭介よりいつものルートで送った政治経済の、などの提案、こちらの方で、今の現在のエネルギー状況、しっかりと、お伝えします。事態はとても深刻です。2020年ぐらいのデータで、現在の、技術的に採掘、採掘可能な原油の埋蔵量は残り、69年です。基本的に石油の揮発したものがガスです。天然ガスです。どちらにしても自然再生可能エネルギー、以前から、言ってる通り、今の普及ペースの、100倍以上の、普及を世界全体で行わなかったらエネルギー、これ絶対持ちません。近い将来、多くの国で、90億人以上は、死ぬと、まあ、そういうふうな形になってくるかと思います。すべての物流止まりますから、物が入ってきません。スーパーマーケットに物が並びません。電車も走りません。車も、動かせなくなります。ガソリンとかもつきますから。もちろん電気つきません。お風呂も炊けませんし、調理器具も使えない。こういった深刻な状況がもう目の前に、来てます。メタンハイドレードに、私は随分期待していて、2012年頃に、安倍総理の方に、安倍総理、2012年、安倍総理、そうですね、安倍さんが総理になってからだったから、2012年か13年か、それぐらいだったと思うんですけども、メタンハイドレードの掘削、全力でしなきゃなんないと、採掘できるようにしなきゃなんないと、まあ、そういうふうな形で提案して、まあ、エネルギー事情ございますから。だけども、その当時も、もちろん政府も全力で行うと。で、経団連も全力で行うと、経済界も全力で行うと、掘削を得意とされているメーカーの方たち、総がかりで今、ずっと何十年も、10年以上行われてますけども、商業化のめど、全然立ってません。全然うまくいかないです。砂が、混ざり込んで、うまく採掘できない。これが、現状です。もうエネルギー問題、もうとにかく、切羽詰まってますね。で、とにかく皆さん、こういうふうな私発信の、YouTube で正確な内容、言ってるので、しっかりと聞いてください。テレビの放送、かなりバイアスがかかっています。しっかりとした内容で放送されていません。そこまで言っていいんかいなど、そういったところでもそうです。オリンピック関係でも、例えば、ロンドンはこれだけの売り上げがあったとか、どこそこはみたいな形で言いますけども、東京オリンピックは観客は入れなかったから、うんぬん、コロナウイルス関係でうんぬんの話とかありますけども、もともとオリンピック関係があったから、総合運動公園化が世界、日本中各地で各都道府県で総合運動化されて、1兆円以上のお金が使われてます。で、人口規模の多い市まで県として都道府県として総合運動公園として野球場や陸上競技場、ラグビー場やサッカー場やテニスコート、体育館、すごい設備が整っているところは相撲の土俵がある、競技場、さらに、クレー射撃、そこまで、豪華な設備、作られています。皆さんの税金です。経済効果なんていう言葉ありますけども、マイナスである皆さんの税金、使った赤字、皆さんからの集めた、使われた税金が、経済効果の、金額の中に含まれてしまいます。で、それは売り上げが上がったところも、売上が上がったところのその利益になるだけであって、一部の人間にだけお金が流れるシステムであって、それはみんなへの富の分配ではありません。こんなにエネルギーの状況が逼迫してるのに、スポーツ業界も規模縮小してくれなかったら無理です、この世の中、本当に。人類、えらいことになってしまいます。とうの昔に、オバマ大統領の頃に、1バレル120ドルぐらいにまで上がった時期がありました。で、その頃に、こんな状況は受け入れられないということで、その後、私から送った、SD カードの提案で、政府通して、オバマ大統領にシェールオイルで戦っていただいて、まあ、適正価格である1バレル60
50ドル、ああいったところまで、価格、市場で、原油をダブつかせて、下げていただきました。で、まあもうここまで、それがね、もう今考えたら正解だったかどうか分かんないっていうところが正直ありますね。全人類が生き残れるかどうかの、問題ですから、高い値段でもさして、みんなに節約してもらおうと、そういうふうな形の方が良かったかもしれない。で、それと、大きな売り上げを上げてる会社等に、法人税、まあ、どんな形の、法律でもいいです。アメリカなんかはもう先に動かれました、最近。本日は2022年9月25日、25日です。アメリカは大きな売り上げを上げて、まあ、純利益が、高い純利益が上がっているところには、それ相応の課税をかけていくような形に変わりました。日本も絶対そうするべきであって、世界中そうするべきです。会社とかお金を持っても、すぐに高いビルとかを建てたがって、もうあっちこっちビルだらけになってしまってます。日本でももう空き家だらけです。オフィスビルも、IT とこいっぱいあります。日本電車の、ごめんなさい、社長さんの名前を、お名前忘れました。で、淡井圭介のこともよくご存知だと思いますけども、私発信で、世界中電気自動車化に舵切りましたから、まあ、日本電車さんが今後からに売り上げを上げていくことは、十二分に、予想されるし、まず 100% でも間違いないと、思っていただいて結構かと思います。で、自社ビルを建てると、まあ、社長さんの方が、まあ、勢いよくおっしゃってるんですけど、ダメです。空いてるビル、どっか探してください。オフィスビルでどっか空いてるビル、ビルも大事な資源なんです。中に鉄骨とか入ってるんですよ。いろんな人たちの、頑張って採掘した、金属が使用されて、使われてるんですよ。で、ビルとかを建てると内部、まあ、高速道路とかでも内部に鉄骨で鉄筋が入ってますけども中で錆びていってます、金属は消滅していってしまうんですね、だから金属には限りがあるので大事に使ってあげなかったらこれはもう安倍さんが、ご存命の時に総理の時に国会で大声で、みんなの前で、読み上げて、いただいてるんですが、千年後の未来を見据えた政策をと、おっしゃっていただいてます。こんなにも消費のひどい世界じゃ無理です。世の中持ちません。国連ベースで、まあ、100億人に達するのが、2060年とされてます。で、皆さんにまず、ご紹介しますが、私はホームページを、作っています。で、まあ、ウェブを検索で、まあ、このように、ちょっと待ってくださいね。見えますかね。アワイケイスケの履歴と。こういうふうに、まあ、打ち込んでもらって、まず最初これが出てこなかったら、Google の検索エンジンがありますんで、その Google の検索エンジンで検索かけてください。で、ここにこういうふうに、アクセスしてください。そしたら、ホームページ、私のホームページにつながってます。で、見方として、目次と名前と YouTube にアップしている一覧表って書いてますけども、こちらの方に YouTube にアップしている一覧表があります。それと、あと各番号の大体の内容の目次があります。で、もう順番として1、新しく書き足した欄などを記載します。まずここを見て新しい書き込みがないか確認してください。ここを、クリックしてください。もう日本中の人どころか世界中の人は、見てください。で、世界中の政府もこれ時間との戦いなんで、淡井圭介が何を、記載してるか、自分たちで、確認してください。各に、政府が、日本語で書いてますので、それ訳して。で、これ多分ね、この人道っていうものを使って、僕ホームページ作ってるんですけども。英語バージョンもあったと思います。で、まあ、英語で訳してもらうという形でもいいでしょうし、まあ、例えば今日でした、2020年9月25日、記載49番の太陽光パネルなどについての、2022年9月25日、記載朗報発電効率がさらに上がり、さらに半額で作れる太陽光パネル開発に成功と、まあ、こういったものを記載してるんですけども、49番。まあ、ここですね。太陽光パネルについてって。まあ、ここをクリックしていただいたら、
まあ、太陽光パネルに関することが、まあ、こちらの方で、記載してるんですけども、まあ、本日のインターネットニュースで発電能力が上がり、さらに半額で生産できる太陽光パネルの開発に成功したそうです。これで今後の展望が開けていきそうですと。まあ、円安の部分等もあって、もう一度日本が、もしかすると太陽光パネルの生産、まあ、2000年ぐらいの頃は、上位の会社ってもうほとんど日本の会社ばっかりだったんですよね。昔は太陽光パネル、今は中国に変わってますけども、これで、互角もしくは、巻き返すような形になってくる可能性があります。で、これ世界中で太陽光発電とか、作ってもらわなかったら、もうエネルギーの残存量、オール電化を世界中で自然再生可能エネルギーで電力を賄いながら、電気自動車化しながら自然再生可能エネルギーで電力を得ながら全部、そこまで、持っていかなかったらガス、石油、石炭持ちません。これはもう確実言えることですので、そこまでとにかく持っていきましょう。で、金属の残存量問題とか、いろんなこと 記載してます。金属には限りがあって、まあ、世界の、金属の埋蔵量とか、まあ、原油、液体、バイオ燃料、石炭などの残存量、ウランとプルトニウムについてとか、まあ、原発の新設とか唱えてる人たちなんか、もう全然世の中のこと分かってない人たちですね。原発新設したところで、肝心要のウラン鉱がなかったら、何燃やして発電するんですっていう、そういう間抜けな話ですよ。ウラン鉱なんか5万トンしか世界中で、残存量、残りの埋蔵量確認できてません。なかなか発見できないんです。金属に関してはどこだったかな。ちょっと待ってくださいね。見やすいように分けて、金属は金属の欄作ったと思うんですけどね。ちょっと待ってくださいね。金属の欄はなかったかな。ごめんなさい。金属の欄じゃなくて、世界の今後のエネルギー、金属、農業、人口、建物、老朽化、解体問題などを今後のプラン、5大要素と、書かれている。ここだったかな。ちょっと待ってくださいね。で、太陽光文字をね、私記載してますね。急に、まあ、政府上層部等と関わって、あ、ここですね。これが、金属の、まあ、埋蔵量ですね。埋蔵量ですね。これ、金鉱、つまり金ですね。2012年5.2万トン、2017年5.4万トン。これ増えてるのは新しい金脈とかを見つけたからです。で、その間、掘削と、して採掘しています。で、銀鉱は、54万トンから、2017年ベースで53万トンと、まあ、見つからないで、消費の方が上回ってるっていう部分あるんですけども、これ新しく見つかるっていう話に食いついて、永久に金属は採掘できると考えないでください。人間の掘れる深さ、限界あります。で、深く掘れば掘るほどそれだけエネルギーが必要になってきて、自然再生可能エネルギーで掘れるようにならなかったらダメなんですよね、本当に。で、 まあ、いろんな部分を対応していかなきゃならないんですけども、で、まあ、下の方に書いているのは各種金属の生産量ですね。金なら、3120トン、銀なら、2.76万トン。まあ、鉄鉱石だったら10億トン。まあ、ボーキサイトだったらとか、まあ、いろんなものが載ってます。で、残存量どこだったかな。ちょっと待ってくださいね。まあ、これはね、まあ、熱伝導率と融点、まあ、表してる金属の、数値化されてるものなんですけども、まあ、マグマ発電というものが成功すれば、マグマの中に金属が混ざって融解して、流れ込んでくる可能性があるんで、マグマの、脈のところにトンネルを掘っておいて、まあ、例えば九州とかで火山の噴火とかが、火山が噴火して、町の方に、火山灰が降りかかって、大変なことになったりしてますけども、そういうふうなところに関して、
先に、マグマ発電等をして火山が噴火しないようにすると。で、町に被害出さないようにすると。そうして効率よく、そのマグマ発電で、電気作りながら、まあ、金属を採掘すると。トンネルの穴を掘ってですね、そこへマグマを流し込んで、その上層部に、水の貯水槽を作って、そこをマグマで沸かせて、水蒸気タービンを回すと。まあ、そういうふうな形ですね。金属の残存量、ちょっと僕もね、もういろんな情報に対応していて、もう手いっぱいなんですよね。で、だから以前も記載したいろんな内容っていうところ、ちょっと一般的な世界では通用しないような話等もなかなかたくさんあったかとは思うんですけども、載せてたとは思うんですけども、まあまあ、以前記載していた内容は、事実です。まあ、スポーツの世界、うんぬん等々でも、まあ、いろんな影響を与えてはいるんですけども、まあ、電波の世界とかのことですね。まあ、テレビ局の方、出演者の人たちだったら、電波での脳へのアクセスとかよくわかるかと思います。まあ、今回、いつものルートで送ってる内容で、これはもう世界中の政府も見てもらってほしいし、政府だけじゃなく、各経団連だとか、もういろんな業界、芸能界とか、スポーツ業界の人たちも全員見てもらいたいんですけども、世界がすごく、偏ってしまってます。で、日本で言うと、例えばサッカー場のスタジアム、高いところだったら、浦和レッズさんのところの、埼玉の浦和レッズさんのチームなんかは、スタジアム、700億円ぐらい、しています。で、土地代込みの、まあ、建物の建築費用で、まあ、約700億円ぐらいなんですけども、これだと大体固定資産税が10億円ほど毎年かかってきます。もし銀行からの借り入れだと、これも返済不能になってきます。で、サッカースタジアムなんかどこの球場も球団所有じゃないんですよ、日本は。で、多分各世界中どこのところもそうだと思います。で、みんなの税金で作られて、J リーグの入場料の売り上げなんか20億円突破したら奇跡のような数字であって、ほとんどの球団は10億円ぐらいです。で、10億円を下回っている J1 のチームもあります。で、10億円以上のところは、数球団あると。まあそういうふうな形ですね。で、順位良くて1位とか、の優勝争いをしてる時で、まあ、いい年で19億円売り上げを上げた年があるとか、入場料。まあ、他にスポンサー料金とか、放映権料とかあるかとは思うんですけども、これじゃあどっからどこまで横領なんですかっていう話なんですよ。正直言いますよ。スポーツ業界もちょっとおかしいっちゃおかしいんですよ。これ世の中早急に改革しなかったら、総合運動講演家でもそうですけども、エネルギーと金属の残存量問題からの話を言わせていただきますと、無駄なものをたくさん作りすぎなんですよね。で、もちろん私もスポーツ業界に助けを、ね、出します。そういった内容もホームページに、記載してます。例えば J リーグはなぜ、お客さんが集まりにくくなるかっていうと、1位から、まあ、20チームの時もありましたし、 J1 18チームの状況ですかね、今。あ、これはね、まず各都道府県の、データなんですけどね。右側はこれ人口です。各都道府県の。だから、まあ、それによって集客率、うんぬんとか、いろいろあるかとは思うんですけども、各都道府県で、複数本拠地制度を用いるのと、2リーグ制にしたらいいんですよ。2リーグ制にすれば、優勝を味わえるから、ファンの方がついてきやすいんですよね。こういった欄に記載してますので、117サッカーチーム各都道府県同行みたいなことの題名ですね。ちょっともう一度見てみますね。サッカーチーム各都道府県という題名、117番ですね。で、まあ、ここ見ていただいて、どこ？これ、J リーグの中で話決めようとしたら、みんなで、いろんな地点取り合いをしようとしたりとかして、喧嘩なるかと思いますので、もう話を落ち着けるために、私の方で、提案させてもらいます。あと、チームも合併するような形で、これ J1 と J2 のチームを合併して、あと、試合数を増やしてください。試合数を増やして、試合を行います。していくと、そういう風な形によって各、球場を本拠地にして、寒い時期は冬は、沖縄でみんな試合してもらって、でもう野球もそうです、沖縄で試合してください。でお客さんの方がこれ耐えきれないっていう部分もあるんですけども、
まあ、冬場とか夏場とかでドーム球場なんか使われたら冷房とか冷暖房を使うでしょう。で、大量のエネルギー使ってるんですよね。もうそれ本当にやめてください。その代わり、ウィンウィンの関係を私はいつも目指してますので、このような複数本拠地制度、野球界も、同じ地点、こういうふうな形で、複数本拠地制度にして、南の方から、巡業していってですね、まあファン増やしていくと。で、ついでにその時に河川水門開閉ダム発、ダム式、河川水門開閉式ダム発電に、ついて、河川の底を、コンクリート化したりすることによって、まあ水が早く流れたりとか、地面の底に水が、染み込んでいってるんですね。で、ホームページの、私のホームページの97番、地震についてっていう欄もものすごく重要なので、まあちょっと見ていただきたいんですが、あるデータがあるんですね。地面の中はどうなってるかで、地面、雨が降ったら、地面の中が土の場合、水が流れていって、空洞化してると。あと、ま、金属の採掘うんぬんとかでも、土砂のかき出し等もあるので、世界中で約200億トンぐらいの空洞が地面の中で出来上がっていってしまってます。で、プレート説で地震が発生してる話がありますけども、あれ元辿ってみたら第二次世界大戦ぐらいの頃の人が言ってた話の内容で、そんな時代の頃に調べようなんかなかったんですね。で、重力がある一定の方向に働いていて、地球は回転しているのに、中心に向かって重力が働いていて、地球は回転してるのに、プレート説に関しては、右側からと左側からプレートが入り込むことなんか絶対ないと思います。それと、プレートがあったとして、層なんかあっちこっちいっぱいありますよ。じゃあ、どれが本当のプレートなんですかっていうことになります。で、インターネットに書かれてる内容とかも昔の人が言い出したことで、結構、嘘が、たくさん紛れ込んでいます。で、この地震について、昔からの、データで大きな死者出した、地震を、記載してます。間でちょっといろんな言葉入れてるんで、一覧表みたいな表にちょっと見にくくなっちゃってるかもしれませんけども、まあ、とにかく、まあ、大きな地震が昔からどの辺で、発生しているかっていう部分とかあって、太陽光パネル発電の敷き詰め方についても、瀬戸内海いっぱいいっぱい、敷き詰めたいと、考えています。で、そこに波力発電をつけて、効率よく、発電すると、浮体式ですね、船の航路の道は確保しておかなきゃなんないので、もちろん道作っといて、で、いっそのこと、船の航路の方向性をそこでも、決めてしまったら、それこそ衝突する事故なくなるんじゃないかなとか思ったりもするんですけども、政府の方たちその意見も、ちょっと取り入れてもらってもらえませんか。方向性をルート作ってしまえば衝突する形にならないんですよね。地震のデータについては887年からこうやって、どれぐらいの、まあ、およその死者、まあ、当時の記録ですから、重機ネットみたいなものが当時の時代にしっかりあったかっていったら疑わしい部分がありますんで、死者の数が、まあ、誤差いろいろだいぶあるかと思います。1500人から、まあ、3800人ほどであると、まあ、もしかしたらもっと大きい数かもしれませんし、その辺は分かりません。ただある一定の地域で、東北で2011年 3.11、東日本大震災がありましたけども、あの辺りの地域って昔から大きな地震発生してるんですよ。で、多分、地面の中で空洞化が発生しやすい土の部分の面積が多分多いと思うんですよね。で、海の水も地面の中に染み込んでいったりとかして、で、地球には重力ありますから、どん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 流れ込んでいって、空洞化が広がっていって、一斉崩落、まあ、石炭の工場とかで昔からよくある一斉崩落で生き埋めになっただとか、まあ、そんな話、ニュースで昔はたくさんあったんですけども、一斉崩落で地震発生します。ここ近年で北朝鮮でも石炭の、採掘場所で、崩落して震度4の地震とか発生してますんで、で、関東大震災に関してもあれしっかりとした話出してませんけども、もう僕もう汚い本音の意見
あの腹割った話だけで物事を進めなかったら世の中本当のことから、離れていってしまって、原因解明とか今後の対策とかにつながってこないんでね、もう本音で言いますけども、関東大震災って多分昔から穴なんか、金属は採掘されていて、昔刀とか鎧とかありましたよね。もののけ姫見てもらったら分かりますけども、スタジオジブリさんのもう今から20年以上前の映画ですけども、ああいったあの映画でタタラバっていうところがあって、不意後みんなで足で踏んで木の板を踏んで風を送り込んで木の燃焼だけで高温に持っていって金属溶かしたりできるんですよ。で、まあそういったアイデアからの、まあ防災込みで各学校に、冬場暖房として、暖を得ながら、まあそのタタラバみたいな不意後を作って、かまど化して、発電すると。日本は木材山ほどありますから、山の中に。職人を頑張れば、木は無限に、得れます。で、海外から日本は大量の木材購入してるんですよね。経済原理だけで動いてしまう人たちがいらっしゃいますので、そんなことしていたら運んでいるエネルギー、まあ要するに原油が、なくなっていってしまうのと、それと、もったいないのと、まあ、その輸入、今まで輸入させていただいた国には、どうぞご自分たちで、今までもう僕たち買えませんけども、その木使ってバイオマス発電として発電してくださいと、そうじゃなかったらもう世界持ちませんと、それだけ木、余裕あるんですよねっていうことで、まあ、世界中どこの国も、木ぐらい自国で賄わなきゃなんないです。まあ、これ、各国にもよるかとは思うんですけども、砂漠化がひどいところで、まあ、木材、なかなか育たないところは頑張って、まあ、あの木材、育つような形に持っていかなきゃなんないんですけども、まあ日本中の、まあ、僕は考えているプランは、まあ、野球部ってたくさんありますよね。で、僕も若い頃体をすごく鍛えていたことがあって、中身の入った投球間4間同時に持ち上げたり、できる筋力を、保持していました。例えば鉄棒で左手にぶら下がって、右手に成人男性を持って、それをぐいっと引き上げて鉄棒を掴ませるっていうことができました。これはね、消防隊員よりも、まあ、難しい災害救助に当たるのがレスキュー隊なんですけれども、レスキュー隊員の人たちも体かなり鍛えてらっしゃいます。だけども、レスキュー隊員の人でもできる人は限られてます。それぐらい私は体鍛え込みました。週は株式会社という、まあ、灯油の巡回販売の仕事なんですけども、当時は灯油が1缶790円で、1日にね、年末とかになったら1万リッター、超えてくるような、売れ方したりしてます。そういう地域を新人でもみんなそのコースも持たされるんですよね。まあ、歩合制度とかいろいろあるから、売れたら方がお金になったりするとか、まあそういう部分はあるんですけども、まあまあ、歩合制っていうのは基本的に、正社員雇用よりも割悪いです。長時間労働でたくさん働かせて、結局収入たくさん上げた感覚にさせてる、まあ経営者の悪知恵みたいなところのある、まあ内容のところが多いですね。まあそれはもう本当の実態です。なかなか正社員雇用化できなかった、賞与とかしっかり払ってあげて、社会保険入ってと、厚生年金かけてなかったら、後で大変なことになりますが、老後。半分は会社持ちですからね、正社員雇用の場合。で、ちょっと話の本題から、本筋からちょっとそれましたけども、今年に入ってから京都で震度4の地震が震度4の地震が2回発生してるんですけども、2回とも大雨が降った後なんですよ。で、河川水門開閉式ダム発電も多くの発電量が見込めますので、特に雨の日ですね、太陽光パネルは雨の日発電できませんので、それをうまくカバーすることができます。で、まあ、地下水流ストレートトンネル発電も、まあ、場所によって、様々な作り方、内容違ってきます。それは、46番や 46.1 番を見ていただいたら分かるかと思います。まずダムの作り方からですね。変なダムの作り方したらダム決壊したりしてる、悲惨な災害発生してる、映像等も、リンクさせて見れるようにしています。46.1 番のところですね。で、46番の、向こう側についてなんですけども、向こう側の上流まで、ほとんどの地点を僕が歩いて、撮影してます。全部歩きです。まあ、現場近くまでは電車で行ってるんですけども、
水量はね、河川が合流してくるんですけども、水量は減ってるんですよね。合流してる割にもうちょっとあった方がおかしくないかって、やっぱり見受けられるんですよ。っていうことは、地面の中に亀裂、地面に亀裂があって、地面の中に水が吸い込まれていってしまっている。だからそこで、各河川をコンクリート化してしまえば、もっと水量上がってくるし、で、発電能力が上がるっていう話があります。で、もちろん河川の氾濫等による被害が出てるのも私はよくわかってます。なぜそういった被害が発生してるかって言ったら、撮影する現場でよくわかりますよ。まず氾濫のパターンっていくつかあって、堤防が決壊して氾濫したところ、そこは、土くれです。両サイド、石垣組んでません。石垣組まなきゃ無理ですよ。土なんか、それは大量の水が流れてるんですから、流れていくに決まってます。本当に行政の方たち何の仕事してたんですかっていうことですよ。建設局とかね、土木局ですかね。まあ、ああいうふうなところ、何をされてたんですかと。岸壁工事、河川の工事、ほど最優先にしなきゃならないことはないと、まあ、それぐらい重要な、ことですよ。開発で、まあ、万博ほどわんぱくなものはないっていうのを私はホームページに書いてますけども、例えば悪い例で言うと淡路花博というものが2000年にありまして、あれ半年開催するだけで花見るだけで、300億円かけて作ってるんですよ。で、売り上げが300億円ぐらいだから、そこで人件費等々、光熱費等々かかって、大幅な、赤字です。さらにそこへお客さんが来やすいようにするために、明石海峡とか鳴門大橋と、あと淡路島を、まあ、鳴門海峡と明石大橋をつなぐ高速道路を作ってるんですけども、これ全てワンセットで1兆何千億円と、使用されてます。で、万博終わったらどうなるかって言ったら、車なんかほとんど走ってません。そんなことに1兆何千億円も、投入したと。もうだからもう、僕も一回それで今まで送った SD カードで犯人誰だということで、まあ、マスコミの人に探してもらったか何かで、結局淡路島の区長かな、なんかそのあたりの人が、最初言い始めて、万博の誘致だとか。何か誘致したら、一旦のある程度のテレビでの売り上げって上がってくるでしょ。まあ、スポーツ関係の先のオリンピックの話もそうですよ。何千億円だったとか、1兆円以上の売り上げだとか、そんな売り上げが上がったところで、その人たちに関係するところに売り上げが入っていくだけで、それ、その売り上げが達成するのに、どれだけ税金使ったんですかと。どんなお金の使い方したんですかと。あと資源の残存量分かってるんですかと。金属限りあるんですよと。掘れるところまでなんか人間の深さなんか限りありますよ。ロシアなんか今頑張って1万5000メートルまで、掘ってますから。だから今回の戦争の件に関しても、もう正直な、忌憚のない話、させていただきます。淡井圭介がいつものールートで送った2のところで、停戦合意された後のその国境線の引き方について、両者が話を折り合いつくので、こういうふうな形でどうですかっていう内容を述べてますけども、まあ多分、家の中で喋ったその瞬間から、まあ、ロシアが通信傍受していて、すぐに、その淡井圭介は世界で重要視されてますから、世界中の株価にも影響を与えています、原油価格にも。で、すぐに住民投票を行って、そこの住民の、賛成意見で我々の領地にしようと。まあ、そういうふうな形で、動いてます。で、そこはもう良かれ悪かれ一長一短あるんですよ。ウクライナ側からも本当に一時期日本のニュースでロシアの国境付近のところの、地域の人たちが、ロシア派の人たちが9割ぐらいで、ウクライナの人たちが1割の地域とかもあったんですよ。で、ロシア側になりたいって地域の住民の人たちが言ってるから、まあそれね、あんまりもうこれね、だからロシアの住民になったからといって自分たちの仕事が新しく増えるかとか言ったら、そういうわけじゃなくて、今もそういう問題じゃないんですよね。金属、全人類が生き残っていくにはもうみんな一致団結しなきゃなんないから、とにかく燃料とか大事にしなきゃなんない。だからもう戦争なんか論外だし、で、それに対して、自然再生可能エネルギーとかで多くのエネルギーをカバーしていかなきゃなんない。で、そういった内容をあんまりね、情報量多すぎたらもうみんな何したらいいか分かんなくなったり、どこのらみんななきゃ
ならないのかっていうところ、まあ、テレビに出るぐらいの人間だったら、この政府上層部等もそうだ、経団連との役員とか会社の社長さんなんかそうですけども、もう僕のホームページは毎日名通してください。為替相場の、動き方とか理由全部ありますから、これ海外と話しつけて、この間、日銀の方が為替介入して、一時期、円高、まあ、140円ぐらいになったんですけども、その瞬間に多分、海外に冬場に向かってのエネルギーの買い付けを行ってます。石油、ガス、石炭。だから、お互い運営の関係になるように、海外からしたら日本が円安の時に海外の人が買えば、同じ数量売れたとしても日本としては売り上げ上がるんですよ。その会社の売り上げが。為替相場が違うから。だから僕はこれを数字のマジックって呼んでるんですけども、そういうふうにお互いウィンウィンの形で行った方が賢いですから、トラブルになりませんから、だからそういうふうにしましょうで話、世界と通します。で、国によっては固定相場制だとか、為替相場について、一時期僕もいろいろ悩んで、為替相場について、まあ計算しやすいように、まあ例えば経営者の方たちの立場だったら、為替相場が安定していた方が、固定されていた方が、仕事しやすいとか、まあ計算が立つとかいろいろあるんですけども、結局幸せは会社の売り上げが減ってきて、いたら雇用期間の定めのある契約書の契約社員の人たちが、まあ、その期間が来た時に切り捨てられたりとかね、まあ、そういうような形になっているのはこの世の中の現実であって、正社員の絶対数っていうものなど、記載してるんですけども、仕事の絶対数っていう欄、まあ、44番と、あと給与の算定表っていうものがあるんですけども、まあ、こちらの欄に、数字記載してるんですけど、政府が正式に発表したら、まあ、これ、まあ、左がこれ5級ですね。で、この部分が、1級、2級、3級とか、まあ、役職の方たちですね。まあ、どこに該当したら、まあ、基本給が、まあ、どれぐらいだとか、まあ、こういうふうな給与の算定表っていうものがあるんですよ。で、これだけで物事が決まってるんじゃなくて、ちょっとね、あったかな。まあ、これはもう実物の方ですね。ちょっと、まあ、写真撮って、まあ、転載してるんですけども、まあまあ、例えばこれだったら、公務員の方の給与ですね。まあ、これ、各地方によって公務員の人も、賞与、違ってきます。神戸市であったら、まあ、4ヶ月ほどなんですけども、各都道府県によって、赤字黒字がやっぱりありますから、で、それだけじゃなくて、雇用者数によって、給与の、算定表って違うんですね。こう、まあ、ちょっと見えにくいです。企業規模100人以上、500人未満だったら、まあ、これぐらいだとか、500人を超えてくると、やっぱりそれだけ、大きな会社であればあるほど、まあ、給与は高くなったり、しています、基本給の。基準っていうものを世の中作らなかったら、物事決めようないでしょ。だから、部合とかの話っていうのは、経営者が、やっぱり世の中いろいろありますから、まあ、簡単に従業員を切り捨てられるように、出来高制とか、そういうふうに作られてるケースが多くて、芸能界みたいな形で、ああいうふうに巨額のお金を稼げる人たちっていうのは稀です。で、芸能界の人たちへのメッセージですけども、各自しっかりとテレビ出る限りは、淡井圭介の、履歴、ホームページ、YouTube で喋ってる内容、しっかりと上げた内容、目を通してください。答えが変わってきてしまいます。で、それについての、警告や、注意も私のホームページで、させてもらってます。例えば、少子化は、ネガティブじゃないんですよね。ポジティブなんですよね。人口増えっぱなしなんですよ、世界中で。僕は子供の頃の人口なんか40何億人だったんですけども、今なんかもうすぐ80億人突破しますよ。で、国連の予想では2060年に100億人に突破して横ばいになるという予想がされてるんですけども、基本的に先進諸国では少子化です。で、少子化イコール、すぐに年金の話で支えなきゃなんない話とかありますけども、経済の部分で安倍政権の時に、もう僕は世界中にいろんなこと提案して、経済伸ばして、世界中の株価上げてきました。で、日本もそれだけ GDP 上がりましたし、480兆円か490兆円で、まあ、ずっと GDP が、日本は縮小されていって、安倍政権の時にもうそれまで僕も10年以上
ありとあらゆる全国紙5紙、日経新聞、読売、朝日、毎日、あと産経、全部朝刊も洋刊も毎日読み込んでましたから、もういろんなこと知ってました。で、僕は弁護士さんなしでも裁判買ったことあります。で、それはこの、ホームページ、淡井圭介の履歴に、まあ、嘘だと思うんだったら、300番台に、淡井圭介の裁判関係、目次と注意事項などっていうことの欄があるんですけども、こちらに裁判の、番号、書いてます。まあ、ちょっとした詳細だけ書いてるんですけども、平成21年、は、過去は、第、9625。これ、裁判所に書類買いに行けば買いに行けますので、本当かなと、疑い持たれるんだったら、自分で、引き出しに行ってもらったらいいです。訴訟費用の救助申請等も使用して、裁判、始まったケースもあったんですけども、これは、訴訟費用の救助申請というのは法律の中でありまして、勝訴の見込みがあるときだけ通用するんですよね。で、これも弁護士さんなしで進めてました。労働基準局の方で動いてもらって、まあ、会社の方が書類隠しを、僕の方が会社に、書類出してほしいということで、自分の、勤務表とか、逃げ回ったりしてましたから、社長も。労働基準局に動いてもらって、本社乗り込んでもらって、書類回収してと。まあ、そういうふうなこと形で、あとはもう僕の方で、もうその頃はもう少々弁護士さんなしで一件買ってますから、慣れてますから、どんどん書類作り、もうこれ膨大な量になるんですけどね。超ブラック企業で、一月370時間働かして、まあ、灯油の、その巡回販売の仕事だったんですけどね、横転事故を起こしてます、タンクローリーでの。まあ、生き残れたことが幸いだったんですけども、まあ、そういうふうなね、形でね、まあ、日本も、これ、まあ、世界の政府の人たちも見てほしいって言いましたけども、GDP が上がったどうのこうのとか、まあ、それだけで中身が結局、経営者が変わらなかったら意味ないんですよね。正社員雇用化をしっかり仕上げなかったら、歩合制とか出来高制にするんだったら、正社員化するよりも、稼げるような形に仕上げなきゃなんないとか、何か従業員側に立っての立場で物事って動いてないんですよね。いつも価格競争とか、今までテレビで放送した内容っていうのは世間一般に通用しますし、やっぱり全国放送のニュースとかみんな信用して見てますから、そこで間違った認識を与えてしまったらダメなんですよね。みんなの認識変わってしまいますから。少子化 OK です。そうじゃなかったら人類滅ぶ可能性がありますから、増えすぎてるんです、人類が。で、自然再生可能エネルギーでも私の提案した通り、政府も動いてくれてますし、まず東京都議会の方で小池知事の方に動いてもらって、まあ、これは私からの提案で、まあ、日本中太陽光パネルを、設置義務付け化を私は唱えていて、屋根の上なんかいっぱい空いてるんですよね。そこに、太陽光パネルを、設置で、できるだけ、設置していくと。そうすれば、かなりの電力は得れると。で、ダムも、湖や、まあ、湖のことをダムって言うんですけども、湖、まあ、ダムは基本的に、何々ダムと、なんとか泉っていう名前がワンセットになってるんですけども、そこも浮体式を敷き詰めます。で、もう、琵琶湖も、船の港、あそこは船は通ってるみたいなので、船の港だけ開けておいて、敷き詰められるだけ敷き詰めたい。もう、エネルギーの確保に、まあ、エネルギーの確保はもう、今はもう最優先です。そこで漁業されてる方たち、割の悪い形になるかもしれませんけども、ちょっと、この形先に優先させてください。瀬戸内海でも、太陽光パネルを、瀬戸内海だったら大地震が発生しても、まず大きな津波なんか発生しませんから、太陽光パネルが流される心配はないとは、私は予想しますので、そこも敷き詰めたい。で、下に火力発電つけて。で、2040年までに自然再生可能エネルギーでの発電を、1日で最大、1日平均、2億キロワットを目指していきたい。で、2050年には、3億キロワット以上は、叩き出したいと。最終的にマイクロウェーブ照射で飛行機や、船を動かすような形になってくるかと思います。電気化は無理ですね。バッテリーが重くなりすぎます。で、トラック、10トントラック等にもし、電気自動車化したらどんなバッテリーを積まなきゃならないかって言ったら1トンの、リチウムイオン電池のバッテリー積まなきゃならないので、こんなものとんでもない金額にもなりますし、重量がそもそも重くなってエネルギーの消費効率が悪くなるんですよね。だからトラックは無理です。水素で走らせるしかないです。大きな、まあ、パワーのいるもの、重機とかもそうですし、船とかは、まあ、大きな船については、日本としては原子力貨物発電を作りたい。で、それで、
まあ、貿易を行っていただいて、災害時には現場に行って、そこから発電した発電を町へ供給できるように、ケーブルを積んどいてですね、まあ、そういった形で、動いていただきたい。で、エンジンの開発については、成功してます。もうこれは水面下で、水面下じゃなくて、表立ってのニュースでももう出て、インターネット記事で一回流れました。日本とカナダと、あといろんな国で組んで、原子力の、発電による、エンジンっていうのを自己開発をしました。まあ、これ特許絡みうんぬんだと、特許料払ったりしなきゃならないので、まあ、特許をお持ちの方を頼るぐらいだったら自分たちで作るわっていう違うものっていう発想の方、方向からですね。で、まあ、できればそちらの方に、ウラン、プルトニウムも残しておきたいっていう形が本音ですね。だけども、今は岸田さんが行われている通り、原発再稼働、冬場の需給の東京都の需給逼迫についても、もう原発再稼働、これは仕方がないなとも思いますし、まあ今、為替相場は円安で、まあ、原油価格もちょっと高いと。まあ原油は基本的に揮発したものですが、ガスの価格も上がると。まあ大体エネルギー関係は連動してます。石炭も値段上がってきたりします。原油価格に合わせてね。エネルギー問題ですから。で、そういう必要最低限のことを理解した上で、世界の五大問題の老朽化した時の建物の解体とか、日本は今空き家だらけになってると。東日本大震災の頃は600万件ほどの空き家だったのが、今もう1000万件ほどになってると。これはもうそうなるって予想されてたのに、どん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 建築さらに進めていってしまったんですよね。で、それを風化していくし、築年数大体60年超えてきたら、倒壊の恐れが出てきますから、まあ、作り方にもよって本当に変わってくるんですけども、どれだけ丈夫に作ってるかによって。で、まあ、免震ゴムを装備してる家とそうじゃないところなんかは全然、状況変わってきますし、やっぱり余震等々を含めて、震災、小さな震度含めて、家にどんどんダメージきますからね。まあ、これは現実的なところです。で、まあ、これ、淡井圭介の履歴に書いてる内容とかは本当のことですから、本として出版したいで、テレビ局と今までお金の支払いがないっていう分、これはあなたたちの仕事を僕は考えて提案して作ったんだから、普通は仕事として見てもらって、お金を払わなきゃなりません。裁判したら、あなたたちが負けます。で、昨日、9月24日の池上彰さんの番組で、まあ、スタッフの喋ってる言葉で、出演者を注意してましたけども、本当に負けるからって言ってましたけども、まあ、もうそれが事実です。で、知識的な方たちで、裁判とか詳しい人たちを、意図的に配置した番組とかも私の提案で、例えばワイドショーだったら弁護士さんついてますよね。一人ぐらい弁護士さんとか入って法的知識がない人がついてなかったら危なっかしくて番組見てられません。言っていいことと悪いことの区別がいまいちついてない人たちが多すぎるんですよね、芸能界。知識的に甘い人たちが多くて、で、本当は実力すぎじゃないな。実力主義じゃならないのに実力主義じゃないところもあるんですよ。血縁関係とかで先に活躍したアイドルのその娘とか息子とかが、ジャニーズだったり、まあアイドルグループだったりとかに、やっぱり、まあ、コネっていうのは コネクションは大事ですよ。まあコネっていう言葉で言うと嫌な響きに聞こえますけども、コネクションってしっかりと言うと、なんか人脈っていう、まあ、そら人脈が大事だ。人と人とのつながりが大事だってこう思うんですけども、ね、まあ人脈も大事だけどもね、やっぱりどっか実力主義がなかったら、持たないですね。間違えた行動ばっかりみんなしてしまうので、しっかりと、皆さん僕のホームページ、世界中の人たち、名を通してください。YouTube で上げてる内容をしっかりと聞いてください。で、残念ながら今 YouTube の方も自分で、動画を作って上げてますので、動画がつなげたりするのも大したパソコン、やっぱり僕、お金持ってないので、経済制裁を加えられてるような、これだけ世界の平和とかに貢献してきてるのに、経済制裁を加えられてるような形ですね。どこからもお金を支払いもない。任天堂さんの任天堂スイッチも、あれ僕の提案で作ってもらった内容のものですから、テレビにも映れて持ち運びもできるっていう内容のものね、コントローラーをつなげてって。ああいうふうなものに関しても、任天堂さんもいくらかのお支払いをしてもらわない。なきゃならないし、まあ、これは、まあ、この間、日本の経団連の会長の徳良さんと李克強首相で、日中はお互いに、その、まあ、経済関係含めて、友好関係築いてくれたということで、中国も、温かい対応してくれてるかと思うんですけども、僕からの提案で、日中友好を狙って、我が天下っていうゲームを作ってもらったんですよ、別校さんに。まあ、以前はもともと違う名前の会社だったんですけども、僕からの提案で、別校っていうのはね、どうですかと。まあ、別校って
昔の技術で作ってきたものじゃないですか。まあ、日本にもあったし、中国にもあったその、どちらが最初に開発したとかの話は置いといたとして、まあ、こういうふうな形で発展してきましたよね、隣国同士で頑張ってと。まあ、そういうふうなところから、僕からの、長年温めていたプランのゲームが我が天下と我が天下戦国不武なんですよね。で、もう9割から僕のアイデアで作られた、ゲームですから、売り上げの 1% ぐらい支払ってほしいっていうのは本音であって、で、どうしてもそれは金額が大きすぎて支払えないっていう形なんだったら、じゃあその分、まあその 1% のお金が仮に5億円だったとしましょう。じゃあそのうち、現金として、2億円支払うから、3億円分のゲーム内の原稿だったり銀料だったりコインだったりとか、あとアイテムだったりとか武将、特殊武将とか SP 武将とか、そういったものに変えて武魂だったりとか、そういうものに変えてアイテムとかに変えて専用武器とかに変えて、じゃあ支払うわと、まあ、そういうような形でもいいんでね、とにかく連絡ください。このままだったら日中友好関係じゃなくて、一方的な阪神淡路大震災の被災者がいろんな日本人からも中国の人からも、搾取されてしまってるっていう形で、河川水門開閉式ダム発電も、話、ややこしくなりすぎて止まってしまってます。もうここで宣言しておきます。世界中どうぞ作ってください。僕はそこから、特許料みたいな、まあ、事業計画ですか、私の事業計画ですから、それを絶対奪ってしまうと裁判したら負けます。で、河川水門開閉式ダム発電なんて世界中で普及した時に1日の発電量なんか10億キロワット超えてきます。大きな河川なんか世界にいっぱいありますから、そこに大型の回転扉式をずらーっと、もう何十キロ何百キロに並べて一つの河川で、発電しますから、もうわけわかんないほど発電しますよ。もうこれがこの今回の地熱エネルギーの太陽光パネルと、河川水門開閉式ダム発電が一番 の、 効率性の良い、発電として、世界中で出回って、河川の氾濫に関しても、その防災に関して、のコーナーを僕のホームページに記載してるんですよね。そこでこの間も、わかりやすく書いていたんですけども、32番ですね。32番。32番見てください。災害対策、河川の氾濫、森林火災、東シナ海からの地震と津波の防災。まあ、こういった形でいろんな案が書かれているんですけども、まあ、京都の震度4の地震が両方とも大雨が降った時に、発生しているのは、地中の中に河川から水が流れ込んでいて、道路、今は道路とか、住宅の底からね、どんどん土が流れ出してるっていうのは、ちょっとなかなかありえない現象じゃないかなと。で、道路からもう道路もまあ亀裂はあるっちゃありますけども、大した水の量は流れてませんから、河川が一番怪しいんですよね。で、河川が水が水量が多いものですから、水圧等もかかってきますから、水がたくさん流れ込んでいって、地下での空洞化を加速化させて一斉崩落は発生してるんじゃないかと。だから地震をまず抑止するのに、河川の底をコンクリート化して、地下水流トンネル発電だとか、河川水門開閉式ダム発電の、発電能力を上げていくと。まあ、こういった形になるんですけども、まあ、河川の氾濫って、46.1 で撮影しながらも言ってますけども、港川の河川以前あったんですけども、ダムの放水まず失敗してるんですよね。ダムに水が溜まりすぎて、烏原の水源地っていうものが上流部に、港川の上流部にあって、まあ、神戸市兵庫区なんですけども、もともと僕は生まれ育ったところですわ。で、その上流部のところの、部分にも門があって、そこを開けて放流してるんですけども、もう溢れ返って、ダムが決壊するよりもまだマシだからっていう形で、そこをもう危ないけども、河川が氾濫する恐れがあっても、それ承知で、ダムの水を放流してる。だからそれを失敗したから、港川の河川が氾濫してしまって、それでその後、その烏原の水源地の上に、もう一段上に、もう一個石井ダムっていうダムを作ったんですよね。それ、46.1 で映像化で出してるんで、YouTube に繋がるようにしてます。その映像見てもらったら分かります。
厚みがすごいあります。で、石とか、まあ、石垣を組むような形で作られているので、同じ 46.1 で、掲載している、まあ、他の人が上げている YouTube でダムの決壊の瞬間の映像なんですけども、ああいう風な作り方だとああいう風になっちゃうんですよね。石垣とか石の方が強いんですよ。コンクリートの壁はちょっとね、信用できない部分等があって、中に鉄筋鉄骨入れて、防御能力上げなかったら、コンクリートだと、相当な厚みがなかったら、決壊します。水圧に耐えかねて。だからそういう風な部分で、ダムの、ね、作り方も世界中で、正しい知識っていうのを、普及させなきゃなんないんですが、日本は正しい知識持ってます。ダムの作り方に関しては。ああいう風な石垣を、組むような形ですね。で、石井ダムなんか面白いですよ。僕が撮影しに行った時なんか、まあ、あんまり水溜まってなくて、俺の壁を越えれるものなら越えてみろというぐらいの形で、ダム出来上がってますから。で、ね、河川に関してカーブ、まあ港川もそうなんです。カーブの地点で、水量が上がった時にちょっと壁に当たってるんですよね。だからこう壁を乗り越えてしまうような形になって、河川の氾濫が昔発生してるんですけども、まあ基本的には河川の横幅を広げたりとか深さを、深くしたり、まあ深さはなかなかちょっと難しいんですよ。水の流れがあるからそこの方が深くなったら運動口があるから本当は河川の横幅を広げるのが正しいんですけども、回転扉式発電を、設置するのであればそれだけ河川広げなきゃ危険なんですよね。で、もともと、河川がもともと広くて、そこから細くなっている河川って、向こう側の撮影でもありますけども、JR 道城駅付近ですね、有野川からの合流してる向こう側の、河川ですね、その上流から青野ダムの方から流れてくる河川と合流してる、山田ダムとかと、流れてくる水と合流してる河川の位置なんかは、川幅がものすごく広いんですよね。で、土とかすごく堆積していて、河川の氾濫に関しては土砂のかき出し等も行ってあげなきゃなりません。山から土とか流れ込んできて、土が増えてしまってるんですよね、河川の底に。で、流れる水の排水量っていうのは落ちていってしまってるんですよ。だから、溢れ返ったりしてる。だから、まあ、雨量云々ばっかりの点を取り上げてますけども、根本的なところで、まず河川を充実させた方がいい。まあ、相手自然ですから、何が起きるかなんかわかりませんから、しっかりと、河川の整備、したり。で、まあ、まあ、ちょっと最近のニュー、情報番組で中国の方たちが、まあ、京都の土地や建物を買ってるとか、水資源のところを、まあ、資本力ある方が買ってるということですけども、すいません、申し訳ありませんけど、李克強首相や習近平国家主席、ちょっと動いていただけますか？ちょっと買い控えさせてもらえますか？やっぱりそういう行動をされたら資本力に物を言わせて土地を占領していくのかっていう怖さありますんで、あんまりそれよりも今、自分たちで、まあ、中国で今仕事が少なくて、大卒の方でも 19% の人が仕事にありつけないっていう状況だっていうのは、知りました。ですが、今、太陽光パネルとかもっとフルで生産、していって、日本みたいに、太陽光パネルを、日本全国の屋根の上に義務付けか。その、日本の場合は法律で都政六法というものがありまして、で、普通の六法全書の方で、東京都政六法、各政令指定都市は東京都の都政六法の内容に従わなきゃなんないっていう法律があるんですよね。だから東京の 都議会で決めてしまえ、日本全国で、太陽光パネルを屋根の上に敷き詰められると。まあ、そういうふうな算段で、まあ、小池知事に頼んで、まあ、日本の方では進めさせてもらったんですけども、もう中国の方でも本当に太陽光パネルを生産工場を増やして、もう一気に生産して一気に敷き詰めていって、まあ中国も人口多いですからダムとかもいっぱいあるかと思います。で、浮体式で、太陽光パネル並べて、まあ日本で最近、本日私が掲載しましたけど、今日見た
記事か、昨日見た記事でですね、発電効率が今まで従来のものよりも上がっていて、さらに半額のコストで作れるっていうものを開発企業されたところがあります。で、まあ、もしかしたらそこの特許使用料を使用してもらって、で、生産した方が、安上がりで生産できるかもしれませんし、まあまあその辺のところは、まあその特許所有者の方、もしくは会社、まあ会社が特許を所有している場合もありますので、話し合っていただけたらなと思います。で、まあ世界中で、日本と中国だけ頑張っていても、世界中での消費量なんか、落ち込んでいくのは日本と中国だけが原因じゃないですか。アメリカだってグランドキャニオンだってあるし、太陽光パネルに敷き詰められるのがいっぱいありますから、仕事がないで困ってる人たちも世界中いっぱいあります。だけど今からの時代は河川水門開閉式ダム発電と、地下水流トンネル発電と太陽光パネルの発電の普及に雇用が爆発的に生まれますし、で老朽化した建物がほったらかしになってるものも、これも法律上遺産相続とかの問題とかで揉めたりとかして、どちらの持ち物がわからないとか、所有者がうんぬんとか裁判しなきゃ建物の解体に入れないケースっていうのはたくさんあります。だからそれは私の方で撮影していて、あ、もうちょっとホームページとしちゃったから、47番あたりに、47番だったかな、ちょっと名前が覚えてないんですけど、40番台ぐらいのところにあったと思うんですけども、老朽化した建物を撮影して回ってます。ちょっと歩いただけで、低たらくですよ、日本。だからもう、ホームページに今記載してる、58番に記載してるところが特に重要な内容で、発電するには何を発電しなきゃなんないのか記載してますし、ああいうふうな、何をしなきゃなんないのかを58番に集約しています。だから分かんなくなったら58番見てもらったら分かりますし、まあ、各専用分野の方たちが太陽光パネル の生産とか設置に頑張ってる人たちは49番の太陽光パネルについてのところを見てもらったら分かりますし、まあ、蓄電池については、まあ、この間言いましたけども、まあ、神戸の方で、ダムかまあ大きな池程度のものを作って、下をコンクリート化して、で、上蓋をして絶縁体で、で、そこに水溜め込んで、そこに水に蓄電すると。そうすれば金属使わなくて済みますから、昼間とかの発電で余った電力をそこで蓄積していく。大雨降った時に河川水門開閉式ダム発電で、大型の回転扉式発電で発電した大きな電力っていうものを、そこに溜め込んでいくと。だからもうそういうふうなものを日本全国でも作らなきゃなんないし、世界中で作んなきゃなんない。で、それが、今後の、世界で していく仕事で、これ、世界中で雇用が爆発的に増えます。で、ここで宣言しておきます。どうぞ、各国、河川水門開閉式ダム発電、地下水流トンネル発電、私がホームページに記載している内容で、どうぞ始めてもらって結構です。特許料、まだ特許も申請してませんし、まあ、けど、まあ、裁判になったとしたら、彼のアイデアだっていうことで、彼の事業計画だっていうことで、まあまあ、もし僕が求めた場合、争ったら勝ててしまうんですけども、ここで宣言しておいて、そちらはこれを証拠にしておいてください。特許料を取ったりしません。今はエネルギー問題を解決する方が最優先ですので、とにかく、河川水門開閉式ダム発電と地下水流トンネル発電、世界中で進めてください。エンジェルフォールとか、ネイアガラの滝とか、大きな河川ありますけども、ああいう風なところとかも、上流部から河川水門開閉式ダム発電で、まず、ダムを閉門して、河川を閉門してしまうんですね。そしたら、晴れの日の、水っていうものは、河川の水量っていうのは少ないですから、長い間、閉じて入れます。で、昼間の朝から夜にかけて河川の、拡張工事を行って、河川の、まあ、そこも整備して土砂かき出したり、コンクリート化したりとか、まあ、いろんな工事していただいて、まあ、大型の回転扉式発電を、置いていくと。だから上の方が順番に、河川開閉式ダム発電を設置しておいて、閉門していけば、とんでもない水量のナイアガラの滝とかも、水が流れてない状態を作れますんでね、その間に両サイド広げていって、あそこは氾濫なんか起こしたら大変なことになりますから、両サイド広げていって、とんでもない大型の、タービン置いていくと。で、50段階式のギア比つけて、ギア比上げていって、力の係数を何百倍にも上げて、とんでもない発電量を一気の回転扉式で発電して、それを河川何十キロにも何百キロ、もしかしたら何百キロにもわたって、
ずらーっと並べてしまって発電してしまうと。で、通常時の晴れの日でもやっぱりナイアガラの滝とかエンジェルフォールとかでは見込めますので、ああいった河川のある国は、まああれでしょうね、安泰でしょうね。もうすごい電力を得れますよ。マイクロウェーブで飛行機飛ばせる世界まで行けますね。で、その代わり、その第一人者としての条件として、これ、河川っていうのは国境をまたいで繋がってる部分があって、水の取り合いや、電力の取り合い、そのダムの開閉問題が国境沿いで、トラブルに起こることがあるかと思われます。で、その時、私に仲裁に入らせてください。これでも世界中の戦争に関わってきて戦争を終わらせたり、仲裁できてきたし、世界との平和活動を十二分に行ってきました。それは世界中の国連の上層部や世界中の政府の上層部の方たちがご存知のはずです。ですので、私のことを信頼してください。で、ただ、僕の言い分として、僕の提案で作ってもらったもの、その我が天下とか我が天下戦国不武とか、僕のアイデアのものです。そこは、お金ください。お金支払ってもらわなきゃ、僕も経済制裁されていて、いろんな撮影とか行って、こんなものができる、あんなものができるってできませんから、もう僕もずっと長い間身分、生活を持って、日本人同士なのに、日本人の芸能界も、テレビ局の連中も冷たいもので、スポーツ業界の人間も冷たいもので、誰も僕に会いに来て、解決してあげようっていう人間いません。一応安倍さんが昨年の12月、元総理の安倍さんがもうお亡くなりになってしまいますが、あれも大変悔しい、事情です。もうここで、全て、本当のこと話しておきます。僕は暴力団の、潰し、進めてきてます。もともと法律の世界もちょっとおかしくて工藤会、今死刑判決、野村悟被告ですね、死刑判決下って、で、控訴で時間稼ぎしてますけども、もう法務大臣が動いてでも、その上が、地裁で行ったのか高等裁判所で行ったのか知りませんけども、まあ控訴は高等裁判所相手に行っているんだったら、高等裁判所は即座に動いて、こんなものは棄却だと。あれだけ日本中で人殺して、いろんなところで発砲して、あんなもので死刑ならんかったら、死刑になる人間なんかいなくなりますよ。それは死刑なんて当然です。あんたがやったことや。もうあんたが責任、もうそいつは責任持たなあかん。で、暴力団の世界は分かっとかなあかん。自分たちが悪いことしたもんは法律の世界でちゃんと自分でけじめつけなあかん。それは刑務所行くだったり死刑になるとかそういうことや。で、暴力団が力を持つことなんてこのような正しい世界が作れなくなってしまって、ワイルドだらけの世界になっても困るから、もう歪んだ世界になったら収拾つかなくなる。だから中国の方にもそれを提案して、中国でも賄賂の摘発と行ってもらってます。だから日本のテレビの放送もちょっとバイアスかかってますけども、習近平国家主席も結構できた人間の方です。かなりできた人間の方で対応してもらってますから、ホームページに書いてる名前、内容は本当ですよ。遼寧省も遼寧で大量の、議員摘発して、賄賂もらってた議員摘発して、先ほどの続きですけども、まあ、僕は暴力団の潰しと、行ってます。山口組を3つに割っていこう。あ、3つ、まあまあ、もともと3つだったかどうか分かんないですけども、大きすぎるので、団体として。で、やっぱり人を脅したり、覚醒剤うんぬんとか、覚醒剤、売るなよって言ってても売ってたりしてますから、もう海外から情報をもらって、麻薬の密売ルートとかも、国家通して教えてもらって、海上保安庁に情報を回してもらって、もう数年前から、5年ぐらい前から大きな量摘発、一気に摘発量増えました。桁が違ってます。それぐらい海外も協力的で、動いてくれてますんでね。で、麻薬とか、覚醒剤を作ってるような人たちは、バイオエタノールを作りゃいいんですよ。そしたら合法で稼げます。今からの時代はエネルギーが重要な、時代ですから、稼ぐなら合法的に稼がなきゃなんない。で、暴力団に対して、これは、行わなきゃなんないこととして言っておくんですけども、エロ業界、あれなくしなさい。あんなもんいりません。人の心歪まして人生狂わすだけです。その道に入って絶対後で後悔する。これは本当の話。だから、そういったことを含めて、政府も稼働しなきゃなんないし、裁判所も厳しい対応しなきゃなんない。僕は言い出すまで圧力かけ、あ、圧、まあ、圧力って言ってたら変ですけども、まあ、オンブズマンの人たちとか、法律家の方たちですね、動いてもらって、まあ、皆さん、まあ、政府等も動いてもらって、今まで、ああいうふうな暴力団が野放しになってましたけども、一般人の方に
手出すんだったらこっちがもう、命奪うんだったらこっちがもう死刑判決持っていくぞと、お前も覚悟しとけよと、まあ、こういうことです。これがこの世の中の現実です。これから暴力団はどんどん消滅していく方向です。工藤会の事務所もどんどんさら地化していっています。僕からの、言動運動とかで日本の警察官、政府等々の高官動いて、もともと工藤会の摘発で4000人ほど投入して、一気に摘発に乗り上げて、全国の各都道府県からいくらでも人回せますからね。で、暴れるんだったらこっち側も、本物回していきますよ。アスリート。体鍛えまくったあのラグビーの連中とか、あんなとんでもない、体の鍛え方してる連中、どんどん警察官の中に混ぜ込んでいきますよ。それ、たまんでますから。で、実際、現役生活終わった後自衛隊入ったり、警察官になったりとか、まあ、基本的に自衛隊が出動するほどでもないんですけども、まあ、日本では対、災害対策だったりだとか、まあ、もう今からの時代は国連という形でまとまって、国連加盟国はお互いに軍事同盟状態で、友好関係を保っていって、エネルギー問題みんなで解決していかなきゃなんない。もうこういう局面ですね。だから、軍事演習も、西側も東側も控えてください。エネルギーもったいないです。58番に、ちゃんと記載してます。書いてる通り行ってください。そうしなかったら人類、滅びます、本当に。手つけられません。世の中コントロールするのって簡単じゃないんですよね。どっかの国のトップになったら、下からいろんなこと、対応を求めて上がってきますから、ああしてくれ、こうしてくれって。で、上も対応、いっぱいいっぱいになります。これが現実ですので、みんな、協調性を持って、うまくこの局面、世界中で打開して乗り切っていきましょう。で、山口組の組か、どこの組か知らんけども、誰か、悪党はあれ、俺の家の鍵持っとるやろ。この間精神病院にちょっと入れられていたんだけども、まあ電波での攻撃等々があって、まあ手すりが叩いたような音がして、誰か挑発行為をしに来たのかと思って、家の中から飛び出して、問い詰めたんだけども、多分それ電波の介入で、そういうふうなトラブルになるような形で、どこかからのサイバー攻撃は僕は脳をハッキングされてやられてます。脳のハッキングはできます。報道ステーションで古舘一郎さんの現役の頃で、サブの、キャスターが川野明子の時代、今からもう10年以上前ですね、それぐらいの頃にから言われてました。頭の中で見てる夢まで、映像化できる時代に なるんですねっていうのを番組終わりの方にさらっと言ってるんですけども、電波でもそこまでできます。もともと電波で、多分レンズなしで、映像を撮ったり、音声聴取したりできます。で、電波は扇状に広がっていて、光の、速さで届きますので、光の速さは1秒間で地球の7周半ぐらいだったと思いますね。だからもうとんでもないスピードで動きますんで、人類では対応不可能な部分もあって、家の鍵持ってるやつ、とにかく警察に自首せ、有馬警察署に出頭せ、これは暴力団へ言うと、おるやろ、淡井圭介の自宅の鍵持ったやつ。家戻ってきた炊飯器のコードがなくなっと、米炊けんようになっとった。誰やこんな嫌がらせしたん。それと、安倍総理が撃たれて、統一教会の線が、一つの線として上がってますけども、安倍政権の時に山口組の解体が行われているから、山口組、旧山口組系の連中が安倍総理を狙ったの可能性もあります。これ、警察の方も自衛隊の情報部も両方総力を挙げて、インターポールも情報をかき集めて、背後に、山中被告でしたっけ、暴力団、関わっていたのかないのか、それはっきりさせてください。関わっていたら、絶対そこ潰しかけに行きますよ。弔い合戦です。安倍総理の時に国葬反対のデモとか行ってますけども、デモしてる人たち見てください。後で大恥かきますよ。安倍総理の時に GDP あれだけ上げてみんなの仕事増やしたんですよ。世界と話し合って、世界の平和活動あれだけ行って。あれだけの結果出した総理なんていません。それの人が国葬にならないと、じゃあ誰が国葬になるんです。で、デモしてる人たちをよく見てください。あんなデモの行進に踊らされちゃなりません。よぼよぼのじいさんばっかりですよ。暴力団の人間混ざってるんちゃいますか。暴力団も高齢化してますから。世の中どこまで何が本当なのかなんか調べ尽くさなきゃわかんない。これが本当のこと。安倍総理を狙ったやつは私は絶対許さない。どちらにしても山中被告には死刑判決を私は求めます。で、日本中のオンブズマン、放送会、動いてください。死刑判決まで持っていって、法務大臣早々に死刑の判決が出たら、早々に死刑執行の判を押してください。
控訴ももう、高等裁判所、いや、最高裁判所、どん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 跳ね返してください。これも暴力団にも当てはまることです。人を、仇に手出したやつ許しません。仇の方が上です。暴力団が上の社会ではありません。勘違いすんなと。俺がおるぞと。阪神・淡路大震災の被災者である淡井圭介がこれだけ頑張ってるのに、生活保護でありながら、これだけお金の流れ止められても、それらのどこかで誰かの人を信じて、テレビ局でまともに稼働してくれてる人たちのことを信じて、テレビ局からも、淡井圭介の提案で作ってもらった番組があれだけあるのに、お金一銭も回してくれてん。本当に不満だらけでフラストレーション溜まってるこっち側も。むちゃくちゃや、こんな世の中。受け入れられへん。もう個人の企業としたら2000兆円を突破してデフォルトの心配もなくなったし、消費税を上げる要素なんかない。ある程度の借金は膨らんでいく。個人の金融資産が増えてますから。日本は成功してます。だけども世界は為替相場の面倒を見てくれてます。円安でウェルカムです。これから先は日本は太陽光パネルでも、まあ別に輸出しなかったとしても、海外で基本的に工場を作って生産していただきたいですから、まあある程度の特許料は入ってくることになります。円安の方がやっぱり金額大きくなりますから。で、本当に世界中で自然再生可能に頑張らなかったら、世界が滅ぶ可能性ありますんでね。皆さん本当に、気合い入れて、乗り切っていきましょう。長い間ご清聴ありがとうございました。これが、今回の淡井圭介から、淡井圭介より、政治経済などの提案4です。皆さんご清聴ありがとうございました。これぐらいで本日は、終わります。もう一点、言い忘れてました。台湾で震度6の大きな地震が発生してます。で、まあ、アメリカの軍事演習か何か、じゃない、バイデン発電、バイデン大統領の、アメリカのバイデン大統領の発言で、台湾に攻撃があった、台湾を守るという発言をされて、まあ、中国の報道官の方が、反発されてましたけども、もうそこはもうこれから先も、中国はどんどん成長して、大国になりますから、ちょっと大きくドーンと構えて、そんな、我々はそんな馬鹿げたことをしないと。そんなことしたら、台湾の、地域の住人の人たちに嫌われてしまうと。だから、軍事侵攻なんかしないと。台湾の人たち安心してくださいと。逆に私たちが災害発生したら助けに行ってあげますと。それぐらいちょっと心あるコメントしてもらえますか。よろしくお願いします。その方が台湾の人たちから人気出ますよ。これが本当の話です。今回はこれで、終わりにしておきます。